こちらが現代ビジネスの見出しを紹介しておきます。 DJ ソーダさん、ソーダさんですよね、性被害を生んだ痴漢大国日本、痴漢変態が国際語になっていた。なんかワイワイ新聞、毎日ワイワイ新聞のことを思い出してしまうかのような見出しなんですが、8月14日韓国の人気女性 DJ である DJ ソーダさんが日本の音楽フェスティバルミュージックサーカス23ですかで痴漢被害に遭ったことにを X 元 Twitter で投稿し大きな波紋を呼んでいるということでして、この話題昨日ですねメルマガ限定のところでちょうど重なったんですけれど、 TBS の N スタの方ではですね4時から5時にまたぐ時間帯では10分ぐらいかけてこの話題やっておりました。まあもちろんねこれどんな状況であってもそしてどんな格好をしていたからといって、まあやっちゃいけないことではあるんですよ、やっちゃいけないことではあるんですよ。ただまあこの手の話題はイベントの話だったんで私も詳しくは追いかけてないんですけれど、ただざっくりと流れてきたツイッター上での写真を見るとというところはありました。やっちゃダメなんですよやっちゃダメ、ただこれについてですね加害者ではなく被害者に落ち度があったかのように批判する、スラットシェーミングが起こる日本、 X には DJ ソーダさんの思いに寄り添い痴漢行為に起こる投稿も多数あり、日本の恥、痴漢大国などのワードが一時トレンド入りしたが、実際に海外で痴漢や変態といった日本語が浸透していることをご存知だろうか。はい、まあ、つまりですね本件を論じるんではなく海外では日本の痴漢変態が、広まっている、普及しているという、まあ、そのような日刊現代の記事でございます。そしてこうなってくるといろいろな人が現れてきます。元人気俳優、韓国 DJ セクハラ騒動に持論、だから日本人は世界から馬鹿にされるんだよということで、これをインスタグラムで訴えたのがですね元俳優の高岡壮介さん、ね、2023年8月16日のインスタグラムで、まあこの問題について持論を転じたということで、その持論ちょっと紹介しておきます。服装がどうだとか近づかなければよかったとか、セキュリティがどうだ、韓国人だからどうだとか、日本人だからどうだとか、性別がどうだとかじゃなく、人として股間だろうが胸だろうが頭だろうが人の体に許可なくベタベタ触れないんだよと苦言を呈した。さらに高岡さんは売名だ なんかこれ5時のものそのまま紹介してるんですかね、売名だなどと何とか言ってるのも歪んでいる、勝手に選択してニュースに取り上げるのはマスコミだろって、あとは煮るなり焼くなり当事者同士の問題、ということでして、高岡壮介さんまさかのマスコミ批判マスコミ批判でございました。つまり、まあ、これ被害を訴えてるわけですから、そして所属事務所運営の方ですか、刑事事件とかねなんかやるっていうことなんで、まあ、それはもうしっかりとお上の手、ね、警察の手が入って、捜査されればよろしいんじゃないかなと思います。だって被害が出てるわけですから、というか被害を訴えてるわけですから、そしてそのシーンが SNS で保存されているということなわけですから、まあ、どうぞおやりなさいということ。これについてまず結論を言っておきますと、ビートキヨシさんですね、ビートたけしさんじゃなくビートキヨシさんの方がツイートしていて、まあそれはその通りだなと思いました。ビートキヨシ師匠曰く、踊り子に触れちゃダメ、踊り子さんに触れちゃダメ。さすがですね、浅草のそういうところから出てきたビート、2ビート、踊り子さんに触れちゃダメなんですよまあこれ踊り子さんというのはあくまでアーティスト、タレントさんという意味かなと思うんですけれど、踊り子さんに触れちゃダメ、いやその通りよ、清志その通りでしょ。ファッションがだとかそういうなんかねセクシーとかっていうことをまあありますけれど、ただ踊り子さんに触れちゃダメ、いやもうその通りでございますその通りでございます。以上と言いたいところなんですけれど、まあこうした話になってくると必ず出てきます。ニュースポスト7の記事です。韓国から批判殺到、日本は性犯罪が当たり前の性、これはセクシャルの性ですね、立身弁のに生きるの精神進む国、精神国、 DJ ソーダのセクハラ被害告発で韓国ネット民が沸騰、慰安婦問題も引き合いに出ました。慰安婦問題も引き合いにということです。記事の方はですね
まあ、このあらましを紹介した上で、韓国でもテレビや大手紙が相次いで騒動を取り上げ、ネット上には韓国ネット民たちの怒りの声が次々と書き込まれている。かつてのドンパッチ、まあ、戦争の問題まで絡めて日本そのものが標的となっている書き込みが多い。やっぱり出てきましたねって感じなんですけど、あそこは MeToo もない国。あ、そうなんですか。韓国側の、韓国のネット民、まあ、いわゆるネチズンですかと言われるネチズンの皆さんが日本に対して、あそこは MeToo もない国、性奴隷を戦場に引きずり回していた国だし、なんとか補給品とかって話もありますけどね、まあ、ともかく変態天国、日本ではセクハラは犯罪でもない。やだ、おっかない。日本はそういう場所行かない方がいい。外国の方も気をつけて、ということで、まあ、かようにこのように続いていくわけなんですけれど、まあね、日本に来ないんでしたら、まあ、それでいいんじゃないかなっていう気がします。あ、これ何々人がとか言ってるわけじゃないですよ。今観光地オーバーツーリズムっぽいんですよ。ぽい。オーバーツーリズムとは何か解説しよう。その都市、観光地地域が受け入れることのできるその定員をオーバーしちゃってる。まあ、町なんでね、何人とかって決まってるわけじゃないんですけれど、だいたいこれぐらいの数、まあ、1万人なら1万人、10万人なら10万人ぐらいを受け入れられるという、まあ、それをキャパシティを今超えつつありますんで、まあ、この夏ですね、ちょっと避けていただいて、まあ、季節のよろしい秋、あ、秋もなんやかんやで人混みが多いですから、年末に向けて、あ、クリスマス、あ、その前にハロウィンもありますんで、結構ね、この日本いろいろとわちゃわちゃ人がおりますので、そうしますとクリスマスもなかなかね、あ、新年正月もこれも混みますんで、桜の時期になるとまたオーバーツーリズムになりますので、組んだと白が言っておりました。まあ、これは冗談だから、もう、まあ、それはもうどうぞご自由にというところ。ただこういうことが起こった時にですね、日本国内では、日本国内外から、まあ、例えばよその国がですね、で先ほどのネチズンのツイートというか投稿を紹介しましたけれど、海外の方がある意味日本を貶めるというのは、その国にとっての何かの国益があるのかな。まあ、例えばですけれど、相対的に見た時に、日本を貶めることによって自分の国が優位になるとかっていうことはもちろん、まあ、精神的な面も含めてありますので、まあまあ どうぞご自由にっていう感じなんですけど、一方こういうこの手の話になりますと、先ほどの現代ビジネスなんかもそうなんですけれど、日本の言葉の痴漢だとか変態だとか、これが国際語になっていたということで、日本を貶めようと、なんだか、だから日本を貶めようとする人たちが現れる傾向があります。どういうことかと言いますと、いわゆる日本を貶めたいだとか、日本の悪口を言っている日本社会の参加者、少なくありません。その中に、まあ、ツイッターなんかで見てるとですね、反日がとかっていう主張があって、まあ、そういう人たちも いないとは言いませんけれど、必ずしもそれだけじゃない。日本社会を貶めることによって、こんな自分の不遇が、俺が注目されないのは、私がお金持ちにならないのは、電信柱が高いのも郵便ポストが赤いのも、みんなジャパンがいけないんだなんてね。つまり自分が認められないのは日本社会が悪いんであって、自分だけは悪くない。よし、この機会に日本の悪口を言ってやる、悪口を言ってやるぜとかっていう形で、日本社会を変態、痴漢がいっぱいいると、これが国際語になっているとかって騒ぐ人たちがいるんです。自分が社会で認められたい、誰かに認められたいんであれば、自分を磨いていく、自分を努力して、自分を積み上げていく、積み重ねていく、こういう方法を取るのが真っ当なんです。しかしですね、ガラガラ、何にもしないでメジャーリーガーの契約金だけもらえないかなって、そんな感じ、そういう感じの人っていてですね、一定数いて、でしかもそういう人って、ここだけの話ですよ、暇なんですよ。暇なんでかというと、一生懸命小さなことからコツコツと努力していって、自分を磨き上げることを、研鑽を積んでる人は忙しいんですよ。わざわざ、なので、
まあこうね、日本社会の足を引っ張る人たちがいて、こういうことが起こった時に何でも日本が変態痴漢とかって大騒ぎをしている人たちの、まあ、全部とは言いませんけどね、大半が暇で努力をしない、いわゆる反日がとか工作員がとかっていう動き、本物もあるのかな、なんですけれど、そうじゃなく、ただの怠惰、無能とか、そういう人たちがいますんで、そこはちょっと、かかとに体重を残しておいた方がいいかなと思います。せっかくですね、慰安婦がとかっていうことを、あちらの国の方から、ね、ネチズンからおっしゃっていただきましたんで、こちらとしても、やはりその、お返し、思い出返し、微笑み返しじゃなく、思い出返し、してあげなければいけないんじゃないでしょうか。レーダー照射事件とかいろいろあるんですけれど、女性の人権が日本にはないなんてね、素敵なコメントもありました。というわけでこちらを思い出してみましょう。 FNN プライムオンラインです。噛みつかまれ罵倒、右手に麻痺、韓国で日本人女性が、ね、殴られちゃった、被害に遭っちゃった、悪化する人格関係の行方は。これは西暦でいう2019年8月26日のことのニュースです。これですね、もう本当胸くそ悪いんですけれど、普通に歩いていた韓国を旅行していた日本人女性がいきなり声をかけられまして、まあこれどうもその前後関係からいくとナンパなのかなという、まあ、その時にですね、まあ無視をした。いきなりね、朝っぱらから声をかけられても、まあそれ知らないわよっていう形で無視をして歩いていたのかなっていうところ。そうすると、いきなり後ろから髪の毛つかまれて、まあ引きずり倒されると。この時にですね、当時テレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーにレギュラーコメンテーターとしてご出演なされていたジャーナリストの青木治さんは、まあこの中で日本人を揶揄するキーワードがありまして、そのキーワードを言っている動画が拡散されていて、それを青木治さんご覧になったんですが、まあこれはね、まあこういう時にまあ普通に使う言葉ですからとかって、あれ、まあ言うなれば日本に対するヘイト、日本人に対するヘイトワードを使っても、いやこれ普通に使いますからとかって言ったのがジャーナリストの青木治さん。さらにまあこれぐらいのことでということで大変軽く伝えておりました。これですね、 FNN プライムの方が文字起こししてますんで、この文字起こし紹介しますね。この SNS、 けったくそ悪い SNS の韓国人の男、バツ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 、いきなり伏せ字です。バツバツバツ、女性、うるせえな、ね、うるせえな、相手、俺が何をした、バツバツバツ、ふざけんな、韓国語どこで覚えた、韓国語どこで覚えた、何を見てる、おいお前、バツ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 で、まあこのように本当にこうひっくり返されまして、まあこのようなことが起きまして、右手がちょっと麻痺して、でこの時ですね、その動画は捏造されたものです。私は暴行していません、申し訳ありません。あれ、捏造されていたのになんで申し訳ありませんなんでしょうかね。でしかし地元の警察がこの動画を分析した結果、捏造ではないことを確認。警察は男を暴行や侮辱の容疑で捜査に着手した。これも明らかな証拠があっても捜査に着手したということ。ただですね、ソウルの方に話を聞いたところ、同じ韓国の人間として恥ずかしいと、同じ男としても恥ずかしいと、あのことで韓国嫌いになっただと思うと同じ韓国人として恥ずかしい、ということなんです。まあ、ですからとんでもない輩というのは必ず一定数いて、それを許しちゃいけないんです。見逃しちゃいけないんです。それは日本であっても韓国であっても同じことなのでですね、今日は、まあ、せっかく慰安婦がとかなんか言ってきてみましたんで、こういう過去がありましたよということを我々は思い出して、思い出返しをした上で、ここでやっぱりあのビートきよし師匠のお言葉、最後に確認しておこうと思います。踊り子さんに手を出すな、踊り子さんに手を触れちゃいけないよ、踊り子さん触っちゃいけないよ、まあ、この当たり前を皆様と共有しておく今日この頃でございます。